今回は R31 維持に大変苦労してるらしい。 R31 87年、歴史を感じるよね。そのカクカクしてる感じが。グリルが輸出用のやつらしいんですよね。この下のやつはこれはなんか GTSR とかは固定のリップが付いてるんですけど、これ車外です。あ、車外なんだ。一応ホイールは一応渡辺の R タイプで、ね、あ、これ4欠なんだ。ちなみにこれいつ買ったんですか。去年の5月ぐらいに納車でした。あ、じゃあ結構そこそこ金額も。そうですね、結構やばいっすね。いくらぐらいですか、大体。今総額で400弱。400弱。え、買ったのは240で納車して、うん、修理がちょっとやばい。修理が160万、400万だから。そうですね、物が古いから100万以上修理がかかっちゃうんだ。部品がなくて、あってもめっちゃ高いんで。リアは、いや、そうです、マフラーが変わってる。マフラーだけか。で、年式的に前期なんですけど、テールランプだけ後期になってるぐらいですよね。これは純正？いや、これ車外なんですけど、GTSR は純正で、これがついてる。GTSR？ あ、グレードがあるの？そうですね、なんか800台の限定のおもろげなんですけど。これは GTS ですね。スカイライン GTS っていう。そうですね。モデルなんだ。はい。ボンネットがすごい長い。てか、今思った、この後ろのさ、はい、スピーカーはなんかすごい昔の車って感じてる。そうですね、ケーブルとね。4点ですね。で、ハンドルがね、すごいちっちゃくて、BRE って。箱スカとかその年代のコンペハンドルって感じですけど。車外？そうですね。メーターがすごいね。昔の車だね。あ、いい音するね。これはなんか6発っぽい音がする。どこどこしてる？あ、ちょっと止まりそう。あ、止まりそう。あ、止まりそう。これは5人乗りなのかな、一応。あ、すごい。スコスコ入る。クラッチ一応強化クラッチで。硬いもんね、小倉。いや、これはレーシングギア。6発。RB20。RB20 なんだ。20っすね。結構どこどこ言ってたけど、なんか本当に調子悪そうな気がする。調子悪いです。ね。これ、なんだこれ。クローフバルブ。いや、これはこっから空気吸ってる。こっから？え、これは？エンジンの普通に空気吸ってるやつで。2個吸ってるってこと？なんか、結構あんまり車詳しくないけど、なんか変なアイドリングが安定しなくなっちゃったんで、うん、これから無理やりやってる。そうなんですよ。で、こっから吸ってアクセルここじゃないですか、うん、で、こっから吸ってアイドリング当てさせてるんですけど、吸わなくなっちゃったんで、こっちから無理やりサーチタンクに入れて。あー、相槌はしたけど3割ぐらい理解できたね。これはなんだろう、ターボじゃないのかな。あ、一応ターボ。ターボなの。はい、あのカスみたいなターボついてます。カスみたいな。パワー的にはいつなんだ、250とか。そんな出ない？出ないです。170とかじゃないですか。あ、そうなの？結構綺麗。そうで、ガラスなんで。あ、これガラスなの？ガラスです。ガラスなんだ。ガラスです。割れたらじゃ大変だ、これ。割れたらちょっともうどうしようもないです。旧車の維持ってお金かかったり苦労は絶えないけど、その分愛着が湧くよね。今日もここから鉱山地、無事故で頑張っていきましょう。